フルボキサミンは、選択的セロトニン再取り込み阻害薬に分類される、抗うつ薬の一つで、ベルギーの科学会社ソルベイによって創生された。1999年5月に、日本で最初に発売された、スリである。日本では、ルボックス、デプロメールの商品名で知られ、うつ病、うつ状態、強迫性障害、社交不安障害に適応がある。処方箋医薬品である。 日本では、ルボックス、明治聖火ファルマのデプロメールの商標で販売されている。また、後発薬品も販売されている。2 5ラム錠と5 0ラム錠と7 5ラム錠とがある。ルボックス、デプロメールとも、黄色い、小さな錠剤である。主な副作用は、吐き気、頭痛、眠気、そして主にや肝臓などの消化器への影響である。 その他にも少数例ながら各種の副作用が報告されている。特に24歳未満の患者が服用する場合は自殺願望の芽生えなどの危険な副作用が発生する可能性が添付文書に記載されているため注意が必要である。抗うつ薬は効果の出現にある程度時間がかかるが副作用は服用直後から現れる。 しかし飲み続けると副作用が消えることも多い。副作用で薬を昼間に飲んだ時、夜に悪夢を見て、うなされることがある。健康な成人男性に 50mg 投与した場合、最高血中濃度は5時間ほどで訪れ、血中濃度半減期は9時間前後である。ありがとうございます。